まあ、メニーナの頃からヴェルディっていう存在は知ってましたし見てましたけど、やっぱりベレーザに上がってから試合に見に行く回数が増えたり、まあ、ヴェルディがどんなサッカーしてるんだろうっていうのを気にかけたので、ベレーザに上がってから、はい、ヴェルディを気にするようになりました。まず永井さんに代わってから、まあ、ポゼッションサッカーになって、まあ、本当にボールを大事にして相手を支配するっていうのはすごく見てて楽しいですし、まあ、それは本当にベレーザにもつながってることなので、やっぱりヴェルディとベレーザどっちともそういうポゼッションを重視するサッカーっていうのは本当伝統ですし、すごく見てて楽しいなと思います。もうずっと佐藤雄平選手って言ってるので雄平くんなんですけど、このインタビューの前にサラが雄平くんって言ってしまったみたいなので、次ってわけではないんですけど春也くんを応援したいなと思います。やっぱりボールを持った時のドリブルだったりパスだったりアイディアっていうのがすごく面白くて、やっぱり見ててすごく楽しいですし、まあ、去年本当すごいシュート入れた時は鳥肌が立ったというか、今シーズンもようなシュートをたくさん決めてほしいなと思います。開幕戦と私も見に行く予定なので絶対勝ってください。応援してます。